その土地を開発する場合にはいろいろ貯留施設、水、雨を降ってもよそに迷惑をかけない、自分のところは自分自前で、水をちゃんとこう受け止めるという、そういった対策が必要になってきたり、そういった規制が、かかるようになります。ただまあこれについては規制を、かけすぎると開発をする場所がない、もっと言うと住む場所もなくなってくるということで、結果町の活気もなくなってきます。なので規制をもうかければかけるほど安全度は高まるかもしれないですけれども、しかしかけすぎるとやはり本当に住む場所がない、町の活気がなくなるということで、そこはやはりこれからの町の発展を考えた時には一定の規制はかけるけれども、しっかりと開発もできるように、このバランスをどう取っていくかというのが非常に、重要であるというふうに思っています。新たなツールが出てきて、それと地域開発を組み合わせるということの工夫なしには、特定都市河川で規制だけだというのは絶対これは動かないと思いますので、でまあですね、どうしても行政が出す文書ってそこまで書けないんですよね。規定します、規定しますと。そうじゃなくって、規制するからには必ずいいこともあるっていうのも本当はパンフレットにですね、国交省も入れていただきたいんですけれど、そこら辺はご理解いただきたいと思います。